地期面の変遷左から1992年1995年2006年発行分、ラガールカードは阪急電鉄阪神電気鉄道が発売していたプリペイドカードカード名はフランス語の流れに由来する本項目ではラガールカードの後継として阪急電鉄阪神電気鉄道の瀬電鉄並びに北大阪急行電鉄の4社が 共通発行する、阪急阪神の関田急レールウェイカードについても記す。阪急阪神の関田急レールウェイカードラガールカードを、含むスルッと関西対応共通時期カードが2017年3月31日、限りで発売終了、2018年1月31日、限りで自動改札機等での取扱い終了となることに、 伴い、ラガールカードも2017年3月31日、限りで発売を終了した。南海電気鉄道や大阪市交通局などするっと、関西加盟事業者の多くがピタパに加えて、西日本旅客鉄道主導の交通系、IC カード、愛 c o カの取り扱いに移行する中、 阪急阪神系4社に限っては、2017年4月1日から2019年2月28日までは、阪急阪神の関田9レールウェイカードを発売していた。レールウェイカード発売終了と同時に、上記4社においても、関西の他社局と同様に3月1日より自社で、愛好家の発売、移行を開始した。多くの加盟各社局でのラガールカードの自動改札機、 当での取り扱いが2018年1月31日、限りで終了したものの、上記4社では、レールウェイカードの他に、それまで発売されたラガールカードも2019年9月30日まで、引き続き自動改札機で使用できる状態を継続していた。なお、レールウェイカードは、発売開始からわずか2年弱で、発売終了。 自動改札機での取り扱いも2年半で終了したが、券売機での乗車券購入、自動生産機での使用は引き続き当分の間、可能である。2018年2月1日以降、利用予定のないラガールカード所持者に対し、未使用残額の払い戻しを2023年1月31日までの予定で行っている。 また、レールウェイカードの払い戻しは2019年10月1日より行っている。ラガールは、阪急阪神ホールディングスと、阪急電鉄の登録商標となっており、阪急系列のブランドネームとして使われ続けている。例えば、阪急の駅売店は、ラガールショップという屋号で営業していた。ありがとうございます。